また代がこういろいろ変わって今の4歳とか、まあ、5歳6歳とかもすごい成長がいいキャラが出たんで、今は色上げばっかり。いやもう色上げやってないです。もうやってない。切りましたもう色上げ。じゃあこれからやね。はい。抜けてくるのは。まだ少ない、まだ少ない、まだ少ない。よっしゃ。いいか。いいぞ。いいね。お。何杯見ます ?3 杯。この。老眼鏡をかけるとめっちゃ大きく見える。でもやっぱ結構大きいね。大きいですよ。ようできてる。はい。これの親の系統は？これはモナリザっていう、うん。モナリザは分かってるよ。モナリザが何だっけな。ローズ系ですね。もうちょっと待ってよ。要はローズ系とビューティー系で結構はあるね。はい。昨日一生懸命見てて書いてきてんけど。だからもう ほとんどローズ系なのかなって。ああ、もうローズ系しかいないですね。ベニバどんぐり系もう途絶えましたね、もう。途絶えた。はい。いや、だからそういう解釈やったのに、はい、さっきのやつが、いや、全く別や。はい。まあ、違うところの系統また引っ張ってきた。一応まあ三系の系統、今。うちでできた三系から出た紅白をメスにして、みたいな。あの系統図見てたら、オスはもう全然、あんまりこの、関係ないと思ってるわけ。いや、オス重要です、オス。オス重要やのに、もうメスばっかりの系統図になってるやん。ああ、はいはい。なら、組み合わせってのがあるし、はい、どっちが効くか、はい、人間でも違うやん。同じ夫婦の子供も、どっちに似合う？聞くのはやっぱオスですね、僕。ん？オス。いや、だから、その割にしたら、系統図が、全部メスしかないから、はいはい、その、オスの系統図まで作るとまた、ちょっと複雑になるわね。複雑になるんで。いや、だから、残していってるやつを、どれとどれの組み合わせで、
どのレベルが何本出たという統計データ作ってるんかな、はい、いや、統計データはもうその一つのセットでいくら縦声が残ったかっていう、何万匹生まれて、縦声の数だけです。数だけ。はい。その縦声残したやつをやっぱりトップ5と、はい、その下でだいぶ違うやん。はいはい。そこは。そこまではしてない。無理ですね。いや、今データ量何分でも増えていってるから、はい、そこら辺は全然問題ないと思うけど。はい。ちょっと、じゃあ、袋でこっち入る、ね。この、一番すごいね。はい。この仕上がり。仕上がりも、照りもいいし。うん。あともう白地が抜けたらもう。いや、それは抜けますんで。それは今の時期やから。はい、今まだ28度あるんですよ、が。これはもう問題ない。ちょっと、あ。いや、まあ、はだけ。これ写真撮っといて。33、ね、でこの基板、そうです、練り込みあるしね、練り込みもあり、照りもいいし、うん、92.5 ぐらいだったか、3に近い、3に近い、まだできます。9月のまだ1日ですから、もう2ヶ月あるんで。だからあと1センチ、あと1センチ、まあ1センチは伸びると思いますよ。これから伸びるんで。うん、な これをじゃあかけた時のオスを見ると分からへんのかな。よいしょ。このクラスになったら2人ではちょっと重たいね。ちょっともう一人呼べ。ちょっと危ない。もう一人。ちょっと2人で死んでるわ、これ。いや、もうあなたも年になってきたから。いやいやいや、ちょっと。まだ。選別所でもいいよ。おう、待ちまでよ。なの下村さんのやつってのはあれもっと大きくなってるっていう、あれもっとこれで93なんでさらに大きいと思います。 6とか、はい、ひょっとしたら7ぐらいまであるかな。 S レジェンドも多分愛人会取った時93だったかな。97、いや97、うわ、あの声欲しいなってずっとこう、遠くで見てた。そしたら、その業者さんが一本話した。まあ値段が合わなかったらしい。で、それを買って、で、一本では、やっぱし、すまないんで。で、当時はまだその、一つの池の中に業者ん声が泳いでたんで、だいぶ長いこと時間かけて探した鯉が S レジェンドだった。その時2歳で何センチぐらいだったんですか？2歳で59センチ。で、細くって、うん、色は薄くって。まあ、実際僕は買われた時はもう覚えてないんです。ほらそれほど印象はあまり。いや、印象がなくて、次の年、野池から、3歳74センチで上がってきて、それでびっくりして、それで、こんな濃い白坂会長を持ってらっしゃったんだっていうような感じ。
あの時は僕もね、びっくりした。その時、あれ、7月生まれだから、それが11月の品評会の時、もう本当にまだ3歳って言っても、もう本当に、だからあれから 2.5 歳っていう表現をするようになったわけ。もうその時に、その S レジェンドっていう言われるようになる時の体がもうほぼできてて。だから、神戸だったかな。あれで総合を狙えると思って出したら、意見が合わなかった。アイリン会の審査員と。神戸大会は天候もすごかったですからね。けど、だいぶショックだったね。で、その時、この喉にね、この喉チンコ腫れてた。はい。それも知らないもんね。はい。ほら。でもその時にそれを見ても、村上さんは、あ、それ気がついたかどうかわからへんけど、まあ村上さんだけが評価してくれて、で、酒井さんの業者の中で、何人か聞いて、で、松浦さんもその時いて。はい。で、松浦さんは、何でも本当のこと言うやん。うん。淡々と。うん。これが死んでも死にました、って、この、平然と。で、これどう思うって言ったら、いや、これ全然問題ないですよ。うん、治りますよ、うん。って言ってくれたんで、まあ本当に安心したっていう。やっぱり、毎年の伸びの成長のスピードですね。まあ、2歳59から3歳で74になって、次の年は今度84になって、でも、84から、80、90センチぐらいですかね。で、96センチで、アイリン会の時に、総合。97です。97ですか。はい。97になったんで、まあ、あんだけもう成長する鯉っていうのはもう見たことがないですね。やっぱそれはボディラインやと思うね。あの、このラインがスーッと、もうこうなってくると、こうなるとダメよ。もう俺も最近こう。やっぱしこのラインに無理がないっていうのが一番、はい、こうずっと来るようなね。はい、そらそうですね。だから、現時点で綺麗かどうかっていうよりも、まあ、将来大きくなりそうなのが僕の、あれだし、その、ラインを見てるのが一番大きいっていうか。まあ、でもその小さい時のラインっていうのは全部綺麗なやつが多いけど、そういう中でいかに伸びやかなラインを持ってるか、雰囲気やね。だ小さい時のラインっていうのはそんなに変わらへんけど、だから搭載では僕は買えない。だ3歳で買いたいけど、でもほとんど2歳でいい子売れてるし、3歳でよかったら違うもんね。はい。せーの、よいしょ。向こうで見れてるから。ああいうの見た後やったらなんか可愛いね。これでも4歳ですから、うん、で大きい方ですよ。これは2歳で買って、去年3歳全国出して落選。今年、まあ、4歳立てで、目下試案中。二回落選したら、ちょっと、辛いよね。いや、まだ、これはまだ、大器晩成型の声なんで。大器晩成。はい。80センチ。おぉ。いや、もうこれ80出ますからね。はい。
4歳ですよ。その、まあ、80で止まるより81で、もう伸ばしてほしい。伸ばしてほしい。来春には85にはなってると思う。はい。決めたポイントは、これしかいなかったとか。そうです。まあ、この、紅の練り込みの、はい、違う違う、それは おかわりして、はい、何回も見せてはくれるけど、まあ、たくさん見た中で、まあ、これは。ごみ取りになれない。でも、これよりも、次にあげる鳥の方が、あれはでも3歳で買った。これはだからやっぱ大きくなったらもうこの模様がすごい見せる模様ね。健太郎さんは大体白坂さんがこれを選ぶんじゃないかなってこともう分かりました。分かります。嘘。大体体重視の、まあ、大器晩成型の声を選ぶ。おはい。でもそれを今やめなきゃいかんかなって。自分の歳考えてね、あと何年生きるのかなと。もう今、早く声を大きくしてるんです。大丈夫です。いやもう本当に就活入ってるから。はい、もうマジでもういろんなものを整理して、はい、ってる。それやのに声だけ増えていくわ、ね。これが今の悩みだよね。まあ、その、僕は家で飼ってるやつは、もう自分で、もう池の掃除できんから、もうやめるときやと。まあ、その限界が近づいてるなっていう中で、こんな声ばっかりやってっていいのかなっていうね。うん、やっぱり作ったらだいぶ水きれいに見えるね。はい。綺麗ですよ、紅も綺麗だし、うん。まあ、まあ5歳で90はいきます。はい、覚えといてな。今録音しますが大丈夫。はい、そこ絶対計算自信があります。90になったらもう全然違う。今僕6歳で勝負できる恋を今目指してる。これでももう6歳で94とか。はい。待てないじゃないですか、もう何年も。やっぱり90になる恋がどれぐらいの割合でできてくるか、はいはい、それは感覚的にどう？いや最近はやっぱ結構また代がこういろいろ変わって、うん、今の4歳とか、まあ、5歳6歳とかもすごい成長がいい腹が出たんで。